バイオンヌ祭りは、フランスバイオンヌで毎年8月に開催される祭礼。バイオンヌは、アキテーヌ地域圏ピレネーアトランティック圏にあり、フランス領バスクの中心都市である。日本語では、バイオンヌ祭りやバイオンヌの夏祭りとも、期間は5日間。8月第1週の水曜日に開始され、8月第1週の日曜日に終了する。バイオンヌ祭りはフランスで最大の祭礼の一つである。 スペインバスクのパンプローナで開催されるサンフェルミン祭にちなみ、1980年代にはバイオンヌ祭りの参加者も白色のシャツ、赤色のスカーフ、赤色のベルトを着用し始めた。バイオンヌ氏のカラーである青色と白色の衣服を着用することを好む純粋主義者も存在する。祭礼期間中にはミュージカル、ストリートパフォーマンス、バスク地方の伝統的なダンス、 パレード、花火大会、闘牛の興行などが行われる。金曜日、土曜日、日曜日には、ポールベール広場でエンシエロが開催される。エンシエロで有名なサンフェルミン祭に似た祭礼を、バイオンヌに創設するため、アビロン・バイオンヌのラグビーチームに所属していた集団が、主導し、1932年7月13日、大夏祭りと呼ばれる、バイオンヌ祭りが初開催された。 ありがとうございます。